今週もお疲れ様。せーの、カピコヤラジオ。どうもカピです。小池です。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、早速ですけれども、私先日、ザ・クロマニオンズの写真展に行ってまいりまして、ちょっとその話を今日は少し喜びの LINE がね、小焼さんから届いてたんで、はい、早く聞きたかったんですけど、ラジオまでお預けってことで、はい、はい、はい、そうなんです。もうそもそもね、東京で最初写真展やって、はいはいはい、で、もともと名古屋の方にはね、来ない予定だったというか、そういう情報がなかったので、うんうん、多分ね、多分こう東京が好評だったから全国的に回ってくれたのかなと思うんだけど、なるほど。で、東京でやるって聞いた時からちょっと本当に行きたいなと思いながらも、やっぱり東京は行けなくて、ちょっと落胆してたら名古屋来てくれるってことになって、うんうん、で、まあ危機としてね、行ってきたわけなんですけれども、はいはいはい、はい、最終日のね、前日にこう滑り込む感じでね、うんうんうん、行ってまいりましたよ。お、よかったです、はい、よかったです。ありがとうございます。はい、なんかこういうことって本当になくて、これまでクロマニオンズって、うんうんうん、ライブはよくやってくれるんだけど、なんか初めてだったんで、写真展っていうのが、はいはいはい、なんかどんなものなんだろうなとかって思って、うんうん、でなんか朝からすごい緊張しちゃって、私行く前からなぜ、ね、それはパルコに行くからっていうことなのかな、うん、あ、違うか違うパルコストレスはまあ置いといてですね。はい、私ああいうね、都会のイケイケな空間に行くとね、弱るっていうシステムなんで、そんな体がそんなイケイケじゃないだろういやー、パルコってだって数年ぶりだからね。大学の時はよく行ったけど、私大学の時多分合わない環境によく行き過ぎたんだと思う。うん、なるほどね、それでね、うん、疲れた。あ、お疲れ様でした。で、はあ、ありがとうございます。お車で向かわれたということでね、よかったです。あ、そうです。お車でね、はい、はい、行きまして、で、まあ、違う話、はい。いえいえいえ。でもなんかヒロトたちの写真がこう大きく展示されてるって思うと、うん、もう、うん、ドキドキしちゃって心臓がそれだけで、うん、なんかこうちょっと手が冷たくなってくるぐらい朝から考えるとやばいやばいと思って、うんうん、でもそれはね、みんなに言われましたけど、なんで写真が飾ってあるだけなのにそんなに緊張するのかという言われましたけど、はいはい、私もうライブ前とかもいつも緊張するんですよ。私なんか何にも自分がスポットライトを浴びるわけでもないのにうん、うん、今日ヒロトが目の前に現れるって思うと、もう素敵なファンだな、ダメなんですようんうん、うん、もう緊張しちゃって本当に。で、写真展すらもすごい緊張して行ったんですけど、うんうんうん、まあやっぱりね、小さい小スペースだったんですけど、4面前を見ても後ろを見ても左右見てもこうクロマニオンズの写真が展示されてるわけですよ。で、うんうんうん、レコードもねずっと流してくれてて、クロマニオンズの、うんうんうん、なんかなんて幸せな空間なんだと思いましたね。はい、でやっぱりね、写真家柴田恵里さんっていう方なんですけど、うんうんうん、ずっと撮り続けてくれてるんですよ、長年ね、クロマニオンズを、うんうんうん、だからなんていうか、これ以前ねスパンポンさんでも言ってたんですけど、なんか、うんうん、こう楽屋裏とかの写真とかも上げてくれてるわけですよ。はあ、ははあ、なるほどね。はい、めったに見れないんですよ、そういうヒロトたちの姿って、うん、そうだよね、とか、うんうん、そうそうなんですよ。だからなんかそのバチバチにかっこいいライブの写真から、うんうんうん、その楽屋裏でのこう雰囲気、うんうん、素の姿みたいな、うんうん、のヒロトたち、こう部屋をセットしてるマーシーとか、うんうん、誕生日をお祝いしてもらってるヒロトとか、なんかそういうのがすごいこう見れて、うんうん、なんかやっぱファンとしてはね、それたまらないんですよね。そういうなんかこう空気感、素の4人の空気感が伝わってくるっていうのが、うんうんうん、本当にこう喜ばしいことでありまして、うん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 、なんかこういう感じ、まあ、想像通りっちゃ想像通りなんですけどね、すごい4人とも穏やかな方々なんで、すごいきっといつもアットホームなね、こう優しい空気が流れてるんだろうなっていう、こう感じがね、写真からもこう伝わってきて、うん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 、温かい気持ちになったり
ね、あのライブのね、バチバチにこうかっこいい臨場感あふれる写真を見てこう胸がグッとなったりね、とかああ、しななるほがらどね、ね。はい、その振り回されましたよ、本当に。もう笑顔を見てはもうこっちも笑顔がほころびみたいな感じでね、もいいことです。本当にう、 もういいファね、ンやな、本当に。いやもう私ってこんなにクロマニヨンズ好きなんだってちょっと思いました 知っとるわって言われそうですけど 改めてね、なんかこんなに気持ちになるんだと思ってこう写真を見てるだけで、もうね、そんな感じでございました。ああ、よはいかった。はい、よかったですね、本当に。よかったです、もよかったう、ごめんでなす、さい、言え私のない語彙力がで、ね、は足りい、てないんですけど、うん、すごいえいえ、いね、そんな伝こわっとてきなたいんよ、で、小あ、焼伝わっさてんますの、か、はあれは、あれがあれであれは、すごい伝わってる。あれでね、そうなんですよ。でね、なんか写真、あ、ごめん、なんか言おうとした、今、なんか、大丈夫？何分ぐらいみたいな、コロナの制限みたいなのあったのかなと思って。あ、ないない、あ、しそうかなんもだ、なん好かきな一だけ見れ番、たんだ。一番乗りだったから、なんか空いてたっそうてだことよでしね、ょ。開店前に並んで入りましたもあ、んね。そう。開店で、前から行ってるって思って、ごめんなさい、ごめんなさい。そう、パルコすら空いてなかったっていう。ね、まさかの。そうなんですよ。でね、なんかこう、写真が飾ってあるだけじゃなくて、真ん中に3つの大きいこう画面があって、そこにこう、多分載せきれなかった写真をスライドショーにしてくれてたのかな。こう3面がこう写真がパッパ変わっていくスライドショーを展示してくれてて、で、まあ、なんか一通りこう館内見るとやっぱりそこにこう立ちとどまって見る人が出てくるわけですよ。まあそうだね。私たちが最初だったわけですけど、それも。さすが。で、なんかね、気づくとこう周りに人が増えてるんですよね。で、なんか全然こう見ず知らずのね、どんな人かもわからない人たちが、でもきっとこう同じような気持ちでこうただ静かにね、黙って同じ画面をこう見てる、あの空間、こうなんていうか、同じ同志たちとのあの空間というかね なんか そうこだよね。もう同志しかいないもんね。そう、なんかきっとなんか同じような気持ちだよなとか思いながら、こうただひたすらこう見入ってね、こう頬がね、ほころんだりとかね、時々こうちょっと涙ほ腺ころがびまこくっう、てる。うるっときたりとかね 泣いたり言ってたもんね。あ、泣いちゃうとね、多分私、泣いてる人は私しかいなかったかもしれないけど、想像できなんかる。泣けてきちゃって、なんか炎っていう曲があるんですけど、クロマニヨンズで、その曲って、これ勝手な解釈なんで、全然そうじゃないかもしれないんですけど、こうヒロトがこうマーシーのことを歌ってんのかなみたいな、そういう友情のね、こう歌詞がこうある曲でね、流れてきて、レコードから。で、なんかこうちょうどそのタイミングでスライドショーでこうヒロトとマーシーがライブ中にこう寄り添ってこうふって笑ってる写真が出ちゃったんですよね。もうああいうのちょっとダメだと思ってね、ちょっと もう やめてくれよみたいな感じでね、涙せずにはいられませんでしたという話なんああ、ですなるけれどほどもね。ね、もうね。もうたまらないんですよ。はい いいファンやな。もう。いや、なんかね、開店前に立ってたから、てっきり整理番号とかあるのかと思ったんだよね。あ、全然余裕 余裕で入れました。ただ早く入りたかったっていう、それだけね。あ、そう、ちょっとその後に用事があったっていうのもあるんですけどああ、ね、そっか。なるほどね。父と母と行ったんですけれども、父がね、予防接種があってね、ワクチンの そっか。それは早く行かなあそかのんわ。ためにね、はい、でも少しでも長くいるためにもね、こう早く行こうっていう感じですよね、こっちはね。そうだよね。はい、制限時間はがい、なかったなら。制限時間がないんでよかっね、た。はい、ちそうななみんでに、す。夢でヒロトさんには会えましたか？いや、夢ではちょっと会えなかったな。残念。てか、なんか眠れなかった、昨日、本当にマジで。いや、すごい全な。写真展然。なん行っか、ただけでそんなになるかって。いや、でも本当になんか、なんだ、体がなんか多分朝からずっと緊張してたから、なんかこう、興奮状態が続いてて、多分、体が。で、帰ってきてからも写真集とかも見てるから、全然こう、興奮が冷めやらんって感じで、なんか、眠れなかった、マジで。すごいで、な。今日すごいしんどかったんですけど、一すご日いね。ね。写真展に行ってしんどくなるっていう。しんどくライブ行ったらどうなるんだ、ほんと。いや、もうライブはもう本当ぶち抜けですよね、どういうこ本と、当ぶにちね、抜けって。もう
空間に地球にいなくなる感じがする、精神がちょっと。あ、もう全然わかんない浮遊しますよね、ちょっと、ね、魂が飛んでちゃうんだ、うん、魂がね、そう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 。同士の人たちはやっぱ共感できるかな、うん、どうでしょうこれを聞いた同士の方々同じ分かるよっていう方宇宙になるんでしょうか、果たして、はい、でもね、ちょっと嬉しかったのが、あの、うん、母が、うんうん、母はあのクロマニオンズのライブに行くって言っても、うんうん、私はいいよっていう風だったんですよね、ずっと、うんうんうん、だけど今回こう写真展一緒に見に行って、うんうんうん、で次のライブ、来年あのライブあるんですけど、うんうんうん、あの一緒に行くって言ったら、うん、あの行くって、私行きたくなったみたいで、写真展見て。あ、そうだったんだ。うんうん、でライブ行くって言って、ちょっとそれがね、うんうん、嬉しかったですね。ちょっと次はね、父と母と、ね、まあ、3枚3人で撮っていいじゃないですか、行こうかなと思って。小焼けブラザーは行かないんですか、ね、あのフットワーク軽めの軽めどころじゃない、軽すぎる。そう、びっくりした。そうなんですよ、その今日ね、写真ってカッピーに話したんですけど、まあ、ちょっとラジオで言ってないんで言っときますけど、うん、あの写真展に行ってきたよっていうのを、うん、家族 LINE でね、 4人家族なんで4人の LINE にね、うんうん、あの写真を載せたら、あの、うん、え、いいなみたいな感じで来て、うんうんうん、で明日までやでみたいな感じでこう、うん、教えてあげて、うんうんうん、でそこから返事がなかったんですよね、特にね、うんうんうん、で、まあ明日までに行くのかなと思ってたら、本当に夕方ヒロトたちと撮った写真が送られてきて早いみたいな、早っと思ってその日のうちに行っちゃうっていうね。そうそうそう、素晴らしい。次の日とかじゃない、ちょっと次の日とかで、しかもちゃんとなんかヒロトがよく撮るシェーってポーズがあるんですけど、それをねしながら、なるほど、ね、ノリノリで、ね、写真が来てね、あ、うん、素晴らしいね。ライブ行くんかな、わ、うん、かんない、どうなる。もうちょっとそういうの別行動なんでちょっとわかんないですけど。そうだね、自由なのね。自由なんですよ。素晴らしい。捉えられない弟。すごい。弟は、ね、なかなか捕まらないんで。ああ、そうなんですね。素晴らしい。私はいつも家にいるんですけどね。あんまり家にいない人なんで。真逆だな。真逆なんでね。そうなんですよね。素敵ですよ。うん、はい。小焼けと小焼けブラザー。はい。ありがとうございます。全てが真逆な弟なんですけれども、はいはいはい、もう、はい、この間もちょうどね、あのうちの夫とね喋ってて、私とその弟の、はいはい、なんか似てるところが見つからないっていうこと。そうなんだ、うん、顔も全然違うし、なんか、うんうん、性格も全然、うんうん、全然違うよねみたいな話をちょうどしてましたね、うんうん、そんなことね。はい、カッピーさんは似てるんだっけ、うん、前なんか話したっけこういうこと。あ、お父さんと、いや、うちも似てないよ全然。あ、似てないんだっけ、うん、あれ顔は似てるんだっけ。顔も似てないと思う。あ、そうなんだ、私は、うん、めちゃくちゃ興味あるわ。似てないし、お会いしたいわぜひ、うん、あのジャニーズが好きっていう、あ、アイドルが好きっていうこと以外はね、うんうん、全て何も違うよね、うん、あ、うちと一緒や。うちはそんな感じそう、だからクロマニオンズとかの良さもまあ分かってくれる、うん、趣味は結構、趣味合うっていうか、合うっていうか、私って一点集中型じゃないですか、趣味。そうですね、はい、めちゃくちゃ、うんうんうん、めちゃくちゃなんか人よりもなんか全然周りを見えてないっていうか、そこに関してはどこまでも深く追求していくけど、そこしか見てないみたいなとこあるじゃないですかそうだけど、弟はもう全般行くって感じですかね。カラオケに行ったら昭和から令和まで全曲歌えるみたいなタイプ。極端違うじゃん。極端に違う。そう。だから私は趣味が合うと思ってるけど、弟は別に誰とでも趣味が合うのかもしれない。もしかしたら。うん、ああ、そうね。幅広いからね。そうそうそう、どこでも行ける。から行けるのかもしれない。うんうんうん、そうなんだ、まあ、ちょっと話がそれましたけどね、はいはい、そんな感じで、あの写真展家族全員で楽しませていただきました。いや、よかった。私てっきりあの、うん、父と2人で行ったのかと思ったら、うん、母も3人で行ってると思って。母がね今回行くって言ってくれてね、うん、そのまあ、それもね夫があの息子を見てくれてたんで、それがすごい助かったんですけど、うんうんうん、ありがたいですね。 あの子連れてったらね、もう、まあ、そうね、ヒロトもクソもないですから本当に、うん、そう本当に小銃を走り回って終わりますからね違う緊張が襲ってくるよね違う緊張が襲ってくる、うん、そうなんですよ。お疲れです、はい、やありがとうございます。ヒロトの、ね、こう力を得たんで、あの写真展で、うんうんうん、あのパルコもね、帰り道も何も怖くなかった。よかった。もう余裕
もう心がそれ以上に燃え上がってたんで、全然周りの熱なんて何も感じないわっていうね、うん、感じでしたよ。すごいね、はい、無敵。あのマリオもね、星取ったみたいな。そう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 。そうそう。そう、だから私は弱ってきたらやっぱヒロトが必要なんだなって、ね。よかった。うんうん。やっぱ一番変わってんの小焼けで間違いないよね。もう論争は平和に終わったわ。平和。そうですね、はい、あのリンちゃんとカッピーと私誰が一番変わってるかっていう、ね、間違いなく小焼けさんっていう感じで、なんか前回一致してしまったのでちょっと、はい、まあいい素敵な個性を持ちながら納得はいかないんですけど、はい、ありがとうございます。素敵です。もう、ね、しょうがないんですよね本当に。こういう割り切り始めた。そうですね、どうしようもないもんね。私別に自分の個性本当に全然好きじゃないんですよ本当に。あ、そうなの？あの全然好きじゃないよ。全然好きじゃない。どんだけ。ありがとう。そうやって言ってくれる人もいるかもしれない。かもしれないけど。でもなんかこの子変だなって思われることが大半じゃないですか。まあまあまあ。入り口は。そう。そうだからちょっとなんていうの、職場で会ったなんか人とかこう当たり障りない会話をしなきゃいけない時とか、うん、すごいこう困難っていうか、うん、なんかみんなに合わせなきゃ、なんか嵐好きとか言わなきゃみたいな感じ。本当に私もみんなと同じようだったらよかったのにってこう何度幾度となく思ってきたんですけど、うんうんうん、もうこればっかりは変われないなっていうね、うんうんうん、感じですよ。だってもう30だしみたいなね。そうね、はい、もうしょうがない。ここまで生きてきたんだから私は私でいきますよもう、はい、なんかそうですね、あのそう思います。でもうね、私にはこうスーパーヒーローのね河本ひろとさんっていう人がいるのでね、うんうんうん、もうヒーローがいるから大丈夫です私は。はい、君どんなまとめ方だよ。まさかの着地点。すごい。そこに着地するか。本当のヒーローだなと思って、ね、ちょっと改めていつも思うんですけどね。うん、はい、再認識できたんですね。あ、はい、ヒーロー、あのなんかライブ行くたびにいつも再認識して帰ってくるんですけど、はいはいはい、圧倒的スーパーヒーロー私にとってって思いながらね。素敵、はい、素敵な存在ですね本当。素敵を超越してますよ本当にね。 ありがとうございます。急に感謝し始めた。同じ、はい、本当に感謝しかない。写真展ね、写真撮りためてくれた柴田さんにも本当に感謝しかないですね。よかった。あの写真家って本当に素晴らしいお仕事だなっていうのすごい、うん、それも思いましたね今回、うん、私もっと早くにそれを知っていたら写真家を目指したかもしれなかったなって思うぐらい。今からでも遅くないよ。羨ましかった。才能もないしねそれはね。分からん、うん、初めて見ると分からんよ才能なんか。はい、素晴らしい。なんかさ、はい、あのさ一時期一眼レフとか流行ったじゃん。すごいインスタがブームした時に、ね、なんか一眼レフ女子みたいなめっちゃ流行ったじゃん、うん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 、私ああいうなんかああいう風に流行るとなんかこう、うん、なんていうか乗らないひねくれものなんですよ、ね、うん、そうなんですよ、うん、だから、うん、写真とか興味なって思ってたんですよね、うんうん、あの時ちょっと手をつけとけばよかったなと思いました。今つければいいじゃん逆に。今だって逆にチキとか流行ってんじゃないの。あのインスタントカメラ系が来てるからさ、まあまあね、いいんじゃん、あえて一眼レフに、まあ、一眼レフに。いやいやでもね、こっからやっぱりあの素晴らしい感性ですよね柴田さんの切り取り方はすごいなと思って、うん、いや小焼さんの感性も素晴らしいと思うよ。撮ってみいやすごいの爆発するかもしれんよ、うん、もしかしたら小焼さん。いや小焼さんの感性はちょっと本当に爆発してると思うから、うん、手つけてみればいいよ。いやありがとうございますそのね お言葉をちょっと今日おかしなモードに入っている。おかしい感謝モードになってる、はい、もう感謝、はい、感謝ですよ本当にこの世に生まれてきてよかった。大丈夫か、ね、トリス1本引っ掛けたんじゃないか、はい、それが引っ掛けてないんですよ。引っ掛けてないからシラフだった、うん、昨日からちょっとおかしいのかもしれない。そう、写真展酔いが今未だに冷めてないのかもしれない。パルコで酔ったんじゃないパルコで酔ったんじゃない。パルコがもう見えなかったもんだって。無敵だったから、ね、どうでもいいと思った、うん、どうでもいいマジで。もう境の夜の街歩いちゃうぞぐらいの感じの。朝行ったけどね、スーパーキノコタイムだったんで。スーパーキノコって名前か分かんないんですけど、あんまりマリオやってこなかったんで取ってつけたような、はい、
取ってつけてます。パッケージ。はい。よかったです。はい。はい。はい、本当に。なんかすいませんね。ちょっと今日カッピーも舞台の話も、舞台を見てきたって話もであれだったんですけど、喋りすぎちゃって。サクッと宣伝だけさせていただければ。あ、はい。じゃあ、今日でとっても素敵な1ミリも関わってないのに。宣伝でございます。見ただけ。あの、見て感動したものとしてのね、宣伝。そうだね。感動を共有したいというね。まだやってるから、うん、地方も行くから。はい。はい、教えてください、はい、何ですか。私があのこの間感激したのは、はい、中川大志農場変化だったかな。中川大志くん、はい、そうです。明治座で今、うん、絶賛上映中なんですけれども、はい、中川大志くんがあの、うん、昭和のスターを演じるというね。へえ。まああの元になったのは多分リチャード3世なのかなの話を元に。うん、マジ？え、それってさ、え？それってさ、うん、あのランカスターとかヨークとかえってやつ？全然違う。わかんない。私リチャード3世知らないんだよね。そのリチャード3世じゃないかな。いやでも元はシェイクスピアのリチャード3世ね。やっぱり私さ、うん、ちょっと待って、今これタイムちょっと今ごめん中断してしちゃうけど喋ってもいい、うん、これよかったらカットして。もちろんあのさ、うん、バラ王の壮烈っていう漫画があって、はあはあ、あのちょうどリチャード3世が主役の漫画なので、それが。あ、そうなんだ。そう、シェイクスピアのお話をその漫画にしたやつなの、うんうん、それがね。そうなんだ。でそうなので、それ私前読んでめっちゃくちゃ泣いて、でこれもう辛すぎるぐらい泣いたからそうなんだ。呼吸があったか、本当に何日間も引きずるぐらいでも辛くて、うんうん、でちょっとこれはめちゃくちゃ胸にきたけどすぐに読み返せないと思って、こうちょっと病むからと思って、うんうん、病むわけじゃないけど、あの心がどっか行っちゃうと思って、そのぐらいこう吸引力があったから、なんかちょっとしばらく寝かせてて、うん、でちょうどなんかあの最近読み返してたんですよね、うん、でもう、まあ、読み返し2週目なのにめっめちゃくちゃまた泣いて、週目だった。ちょっともうやばい、そうやばいんですよ。もう絵も美しいし、うんうん、なんかもうすっごい辛いんだけど、辛いんだけど、なんかもうなんていうか、そういうなんていうか儚さの美しさっていうか、ストーリーの美しさ、なんかもうやばくてちょっと、うん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 、であの今ヒロトもやばいんですけど、バラ王の壮烈も、うん、進撃の巨人、進撃の巨人ぶりのこうちょっと今やばさで、あ、そうなんだ。紙でも電子で読んだけど紙でも全巻集めたいなとか思っちゃってるぐらい、うん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 、あののめり込んでて、バラ王の壮烈の話も今週はちょっとできないから来週あたりしようかなとか思ってたら、ちょうどその、ま、めちゃめちゃすごいね、うんうん、だからそうなんだ、うん、そうなんだ、すごいね、はい、すみません中断しました、はい、どうぞ。いいえ、全然大丈夫です。はいはい、どうぞ。でそうだ、元にしてたのかな、うん、はい、で、はい、うん、そうあの、まあ、元になってるから、まあ、完全にその話じゃないんだけど、うんうん、てかもうそもそも私見たことないしリチャード3世、うん、まあ、とりあえず、うん、あの中川大志くん、うん、めっちゃボイトレ頑張ったんだなっていうぐらい歌がうまかった。あ、そうなんだ。そう、もともとうまかったんかな、わかんない。歌歌ってるとこ見たことないからさ、なんかそうだ、ね、見た後とか前に、うん、インスタとかツイッターでその舞台、うん、なんか上演時間とか検索してた時に、うん、なんか1年前からボイトレしてたっていうのを見つけて、うん、ああ、そうなんだ、すごいね、そう、すごいなと思って、うん、そう、すごいね、プロだね、プロ、そうなんですよ、うん、うん、なんであの中川大志くんがこうね、うん、あのちょっと見た目がそう醜くて、うん、で家族からその芸能一家に生まれるんだけど、うん、その芸能、うん、なんだろう、その虐げられて、この家族から、うん、もういないものとしてこう、うん、育てられてきて、でその復讐のためにこう自分がこう、うん、美男子にこう整形みたいな感じしてもらって。へで、そう芸能界に入ってその家族に復讐していくって話なんだけど、はそうだからもう歌もね、もう生バンドで本当に昭和の、うん、本当になんか昔あったんじゃないかっていう感じの歌、まあ、全くねオリジナルなんだけど全部、うんうんうん、でそう物語が紡がれていくんだけど、すごい素敵だった、生バンドの曲も、あ、そうなんだ、そう、いいね、ちょっとタイムリーだから余計見たいわ、うん、ぜひめちゃくちゃ見たいわ。でも愛知は来ないんすわ、来ないんかい、うん、あとなんか大阪とかだった気がする、うん、あ、そうなんだ、そうそう、
そうめっちゃもう出てる人もね素敵だから、うん、もう中村あたるさんのあの歌声がもうすごかった。いやあの人はすごいよね本当に。もう一幕ラストが中村あたるさんの曲だったんだけど、うん、もうめっちゃ、うん、ね鳥肌みたいな。なんかあの魂がこもった感じだよね。すごいよかった。迫力があるよね、うん、もう圧倒されました。いやいいな生で見てみたいな私も。あともうであの池田成志さんと福田電球さんと、うん、山内さんの3人が、うん、そう面白いトリオで、うん、めっちゃ面白かったっていうね、うん、あそうなんだ。そういうのもあるのね。ちょっと癒しの時間も、ね、そうそうそう、ちょっと面白い時間も、はいはいはい、クスクスって笑える時間もありつつ、うん、あそのシリアスな話が進んでいくんだけどね、うん、そうそうそう、そういうメリハリっていいよね、うん、引きつけられるよね。そう、そうなんですよ。なるほどね、うん、とっても良かった。いや、いいですね、ちょっと本当に今タイムリーだから本当に見たいわ。あそっかそっか、うん、中川大志くんねすごい演技力が、うん、なんかあのさなんだっけ面白いやつあるよね CM のさ、うんうん、なんか高杉くんみたいなやつ、うんうんうん、そう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 、ね、あれがすごい役やってる。衝撃だった本当にめっちゃ面白くてすごい衝撃だった。でも初舞台なんじゃないかな、うん、多分中川大志くん。あそうなんだ、ね、もうあのそうそうたる舞台役者たちの中で主演を張るっていうのは相当なプレッシャーだと思うんだけど、うん、そうなんそうだよね。でその中をねあの明治座の舞台で、うんまあ、1ヶ月ぐらいやってるんじゃないかな今、うんうんうん、もう本当にすごいなって思います。うんすごいね本当に。あんな、年一緒ぐらいだよねうちらと。うちらより若い全然。若い若い全然若い。あ全然若いか、うん、ごめんなさい大志くん。全然若いんですけど。サバ読んでました私がサバ読んだ。よりすごいなと思って。よりすごいね、うん、本当に偉いわ。そうその美男子の時とその醜い容姿の時の演じ分け方とか、うんうん、あすごかった。そういうの好きやわ。そう、あと私の好きな徳永ゆうきくんも出てたんで。ああへ演歌歌手なんだけど、うん、あ、してるかな、ちょっとぽっちゃりしてる人、ぽっちゃりしてて、そう車掌さんのモノマネめっちゃ上手い人。あはいはいはい、わかるわかるわかる。あそうなんだ。そうそうなんだ。生田斗真さんが主演してた、うん、あの新幹線のバンバンバーンっていう舞台に出てて、うん、それで思いっきり車掌さんのモノマネしてた、うんうん、車掌さんの。あめっちゃ面白くて、いいやつだった。それはもう、もうそっから大好きなんだけど。いつも通りでやったみたいな。そうそうそう。さすが工藤官九郎さんだなっていう脚本の作り方で、ね。生かしたんだね。そう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 、もうめちゃめちゃね、うん、面白かった。それから好きだったんだけど、まあ、今回も歌ってて、うんまあ、そんな面白い役じゃなかったから、うん、あれなんだけど。あ、そうなんだ。すごいいい味を出してらっしゃったなと思って。あ、そうなんだ。いいですね。はい、ちょっともう一回タイトルをじゃあ。はい、改めてちょっと待ってね、中川大志の城変化だったかな、だったかな、ちょっとじゃ あのYouTube ではパンポンをしっかりあっ、ね、あの字で出しとこうか、うん、そうね、中川大志の城、うん、なんかね、うん、もうあ歌謡曲中川大志の城変化ですね。はいはい、わかります。そうです、歌謡曲中川大志の城変化、はい、そうっていうタイトルです。はい、はいはい、じゃあちょっとご興味ある方、はい、11月30日まで明治座で上演しております。はい、お、はい、お、あとちょっと、そう、はい、素敵な明治座、素敵な劇場なんでぜひお越しください。全然明治座関係ないけど、いいですね、うん、関係ない、素敵な回しもんじゃないんですけど、はい、うん、ぜひお越しください、はい、このあと地方もございますので、はい、よかったら皆さん調べてみてください。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、宣伝でした。はい、いやよかった、ちゃんとねあの今日の目標が達することができて、うん、あの楽曲はちなみに、はい、あのサブスクとかで配信してたりするんで、よかったら聞いてみてください。あ、じゃあ見た後にね、そういう楽しみもあると、はい、そうですございます。はい、わかりました、ありがとうございました。はいはい、はい、以上宣伝でしたか。はい、はい、ありがとうございます、素晴らしい宣伝でございました、ありがとうございます、気になります、はいはい、はい、じゃあ今日はねこんなところでよろしいですかね。はい、よろしいです。前半ねいろいろちょっとあのだいぶね回り道しちゃいましたけれどもね、
よかった、ちゃんと宣伝もできて。はい、うん、ということで、ではエンディングに入りたいと思います。はい、エンディングです、はい、この番組ではお便りを随時大募集しております、各コーナーでふつおた何でも結構です、宛先は番組概要欄にある投稿フォームまたはメールアドレスハピコヤラジオアットマーク gmail.com から送ってください。どしどしお待ちしております。はい、はい、そして YouTube、スタンド FM チャンネル登録フォローの方もしていただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、今週もお願いします。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。また来週なんか今日テンポ遅くない？なんかいつもここで入ってくるみたいな待つとあ、はい、入ってこないんだと思って言うと入ってくる。そう、っていうのが何箇所かありましてね、ちょっと今、はい、変な間ができてしまったところで、はい、また来週もお会いしましょう、はい、おやすみなさい、はいはい、おやすみなさい。